今回はドラクエ5のお助けキャラを紹介していきます。まず1体目はドラクエ5の大人気モンスタースライムナイトです。加入場所はラインハット城付近と青年期序盤で、モンスターを仲間にできるようになってからすぐに仲間にできるにもかかわらず、エンディングまでの最終盤まで前線で戦えるほど強いモンスターになっています。チート級に強いため、このキャラを使うか使わないかでゲーム難易度が大幅に変わってしまいます。そんなスライムナイトの仲間になりやすさは4分の1と非常に仲間になりやすく、特に粘る必要もなく仲間になります。耐性面については、ギラ、炎、イオ、バギ、デイン系に強耐性を持ち、3分の1までダメージを軽減させます。ただ、ヒャド、吹雪系については無耐性のため、炎の鎧など耐性がある装備で補う必要があります。特殊系の耐性は、睡眠、混乱、幻惑、沈黙、吸収に強耐性を持っていますが、ザキやルカニ系に対して弱耐性のため、後半のいやらしい攻撃をしてくる敵には注意が必要です。ザラキを使ってくるミミックには、先手でマホトラを使うことでミミックのマジックポイントが足りなく、ザラキを使えなくなるのでおすすめの戦法です。特技に関しては、回復魔法をホイミ、ベホイミ、ベホマと覚え、回復役もこなせる上にイオ、イオラと攻撃呪文も覚えるため全体攻撃も可能です。特に青年期序盤は回復魔法を主人公以外に覚えるキャラが少ないため、かなり重宝します。イオラは通常プレイをしていればチゾットの山道からグランバニア到着前後で覚え、敵が強力になってくる中盤で大活躍することが可能です。しかしながら、魔界到着前後になると力が他のメンバーと比べ足りなくなってくるため、少し攻撃力が物足りなくなります。ですが、最終レベルの99まで育てると力も255とカンストし、吹雪耐性が低いミルドラースやエスタークに対し大ダメージを与える吹雪の剣を装備できるため、ボス戦でも活躍が可能です。またスライムナイトのおすすめポイントは、主人公や男の子と装備品が被るため共有できる点が挙げられます。いらなくなった装備を使えることが嬉しい点ですね。仲間になった際の名前はピエール、アーサー、チュン、タイチの順に仲間になります。ドラクエ5の仲間モンスターの3人目、4人目は開発人にちなんだ名前になることが多いのですが、チュンはドラクエ1からプログラマーで参加し、後にチュンソフトの社長となる中村浩一さん、太一はドラクエ5を含め多くのドラクエ作品でプロデューサーを務める犬塚太一さんが名前の由来になっている説が有力です。なお、スライムナイトはスライムの一部なのか、それともスライムの上に騎士が乗っているかは作品によって設定が変わります。ドラクエ5の公式ガイドブックでは、騎士はスライムの一部と記載されていますが、モンスター図鑑によると、仲良しのスライムたちがいじめられていることに腹を立てたナイトがスライムを守ろうと決心したと記載があるため、スライムと騎士は別個体である説もあります。キメラ。お助けキャラの2体目はキメラになります。加入場所は死の火山付近。加入直後から活躍が見込め、ベホマラーや凍える吹雪といった有能な特技を覚えるモンスターとなっています。仲間になりやすさは16分の1と、若干仲間になるまでに粘る必要がありますが、粘る価値のあるキャラです。耐性面に移ると、ヒャド、イオ、バギ系に弱耐性を持ち、ダメージを5分の4に軽減することができますが、それ以外は無耐性のため、若干耐久面に不安が残ります。特殊攻撃への耐性面は、即死に対しては弱耐性ですが、ルカにラリー砲や休み攻撃に耐性があるため使いやすいキャラになっています。ドラクエ5最大の難関ブオン戦では、ベホマでは間に合わなくなるため、ベホマラーでの回復ができることがかなり嬉しいポイントです。また加入時にすでにベホイミを覚えているため、回復役として即戦力で使え、加入直後の死の火山で魔封じの杖が手に入り、攻撃面でも活躍することができます。ミルドラス撃破までは十分に活躍が見込めますが、クリア後の隠しダンジョンではステータスが頭打ちになってしまうので、魔界で仲間になるキャラと世代交代となるでしょう。個人的な意見ですが、ブオン戦で一緒に戦ったメンバーが真の仲間だと思うんですよね。私はブオン戦で使うことが多いので、かなり愛着があります。なお、モンスター図鑑では体内に炎を宿していて、炎で冒険者を焼き尽くすと説明されていますが、ドラクエ5では炎による攻撃はせず、逆に霊気による攻撃を仕掛けてきます。またヒャド、吹雪に対しては弱耐性を持っていますが、ギラ、炎、メラには無耐性のため、霊気系であるドラクエ5のキメラはシリーズを通して異質な存在となっています。オークキング。
出現場所はグランバニア城周辺、仲間になりやすさは4分の1で簡単に仲間になります。耐性については硫黄系に強耐性で、ギラ、炎、ヒャド、吹雪、デイン系に弱耐性を持っています。 DS 版以降のリメイク版では稲妻がデイン系から硫黄系になっているため、強敵ブオン戦で高い耐久力を持った回復役として活躍してくれます。また即死と休みに完全耐性を持っているため、ザキ、ザラキ、麻痺攻撃、おたけびを無効化します。ゲマ戦での焼け付き域対策でうってつけのキャラクターですね。加入当時からザオラルを覚えていることがかなりの評価ポイントで、通常にプレイしている場合、主人公がザオラルを覚える前に仲間になることが多いため、仲間にすることで教会で高いお金を払わずに蘇生ができるようになります。またザオリク、ベホマラーも覚えるため、初心者救済のキャラになっています。その他のおすすめポイントとしては、最大レベルが30と低いながらも最大ヒットポイントが500まで成長するため、1レベルごとに20ポイント前後の大幅な成長をすることも珍しくありません。MP も同様に急成長するため、ベホマラーやザオリクといった消費 MP が高い呪文も複数回使えるほどの成長となっています。力と素早さが若干低いですが、攻撃ができる回復役としてエスターク戦まで十分に一軍を張れるキャラになっています。最終的には力が150までしか上がらないため、他の攻撃キャラと入れ替えが発生しますが、仲間になりやすさと即戦力としてお助けキャラに選出しました。なお3匹目で仲間になるオークスの名前はヤナケンになりますが、ドラクエ5シナリオアシスタントの柳沢健二さんから来た説が有力です。ゴーレム、4体目のお助けキャラはゴーレムになります。出現場所はエルヘブン周辺と天空の塔など、仲間になる確率も4分の1とかなり高く、まず仲間になるキャラクターです。耐性に関してはギラ、炎、ヒャド、吹雪、イオ、バギ系に弱耐性を持ち、その他は無耐性。しかしながら高いヒットポイントを持っているため、弱耐性のダメージ軽減率5分の4もあるだけで嬉しい耐性になっています。特殊攻撃の耐性については即死、麻痺、睡眠、休み攻撃に強耐性を持っていることも高ポイントです。特技については力ためと気合ため、瞑想、稲妻を覚えますが、力ためと気合ためはどちらも一旦後に2から 2.5 倍のダメージを与える技となっているため、どっちを使うかは好みの差。なぜ両方を覚えるのかは謎です。稲妻は全体に60前後を与える技ですが、覚えるタイミングが遅すぎて結局使わずに終わることが多いです。ですが力ためはボス戦では有能な特技ですし、瞑想もいざという時に役に立つので、ある程度は使えると思います。これまで紹介したモンスターに比べると特技面では劣りますが、それを補ってもあまりある性能がゴーレムにはあります。さすがに魔界にいる最強メンバーたちよりは劣るため、やり込みをする場合はメンバー交代を余儀なくされますが、素早さはあまり育たないため多くの敵モンスターの後に攻撃してしまうので、星降る腕輪で補強してあげるか、逆に切り捨てて魔人の鎧を装備させる2通りの使い方があります。私としては確定で高攻を取れることは戦略として組み込めるため、耐性面が優秀な魔人の鎧を装備することをお勧めします。魔人の鎧は青年期後半にラインハットで手に入り、炎、ギラ、吹雪系のダメージを20ポイント軽減し、素早さがゼロになる装備です。なおゴーレムの3人目の名前はオリオンですが、シナリオアシスタントのオリオ和則さんから来ている説が有力です。余談ですが、子供の頃兄がやっているドラクエ5をやらせてもらえず、後ろから見ていたのですが、兄がいない間にこっそりプレイをして仲間にしたのがこのゴーレムです。後で兄がゲームした時にスライムがいなくなったと騒ぎになり、しょうがなく白状しました。その思い出も込みでこのゴーレムは大好きです。男の子、レックス。最後はモンスターではありませんが、人間キャラとして即戦力になるので男の子を紹介させていただきます。男の子は青年期後半から仲間になり、本作でもトップクラスの天空装備が専用装備として用意されており、豊富な特技を覚え唯一無二の存在になります。耐性面は人間キャラのため全ての攻撃に対し無耐性となっていますが、特殊攻撃に対しては他の人間キャラと同様に即死、麻痺攻撃などに強耐性を持つことが特徴です。特技に関してはベホマ、ベホマラを覚え回復役として役に立ち、スクルト、フバーハによるサポート役としても活躍、ギガデインといった攻撃魔法も覚え、いろんな局面で万能な活躍をします。
さすが勇者ですね。しかし年齢が8歳ということもあり、歴代の勇者に比べれば能力は低めに抑えられています。そのため天空装備で耐久力がある僧侶的な役割で活躍することが多くなります。男の子の特徴は天空装備にあると思いますので、ここからは天空装備について詳しく解説していきます。まずは天空の剣。攻撃力は110とトップクラスの攻撃力を持ち、戦闘中に使うと凍てつく波動の効果、武音戦でのスカラの解除やゲマ、イブールはマホカンタを解除することでマホカンタを張り直す行動を取るため余分な行動を取らせることができます。しかし単純な攻撃力ではメタルキングの剣の130に20も劣り、霊気に耐性がない敵に 1.5 倍のダメージを与える吹雪の剣が攻撃力105のため、勇者専用装備としては少し残念な面があります。次に天空の盾は守備力60で炎吹雪ダメージを15軽減、戦闘中に使用すると魔法カンタの効果を持つため、イブールなどの攻撃がパターン化しているボスには使用することで呪文を跳ね返したり凍てつく波動の無駄な行動をさせることが可能です。天空の兜は守備力50で特殊効果はなし。最後に天空の鎧は守備力が85でメラ、ギラ、バギ、ヒャド、炎、吹雪ダメージを30も軽減する高性能となっています。余談となりますが、男の子の名前ってどんな名前をつけていいか迷いますよね。女キャラは好きな子やアニメ、漫画キャラの名前をつける人が多いと思いますが、男の子の名前はいつも迷ってしまいます。あと加入時はモーニングスターではなくてパパスの剣を装備してて欲しかったですね。パパスの剣は使用期間がかなり短期間になるので、装備しているだけでうるっとさせる演出が欲しかったです。はい、今回の授業はこれで終了です。皆さんも思い入れのあるキャラがいると思いますので、エピソードも添えてコメント欄で教えていただければ幸いです。以上、ドラクエ先生ベスでした。